警部補、どうかされましたか？昨夜クリスがパトロール中兵隊に襲われたらしい。今朝遺体が見つかったそうだ。自分が携帯していた武器で殺されたらしい。父親になったばかりだってのに。くそ、なんであいつが。彼のことはよく知りませんが、とてもいい人そうでした。ああ。お気の毒に。警部補、嫌な予感がします。来たのは間違いだ。嫌な予感だと？お前故障したんじゃないか？検査しとけよ。どうも。私はデトロイト市警のアンダーソン警部補。できればイライジャ・カムスキー氏と話がしたい。お入りください。どうも。イライジャに知らせてきます。こちらでお待ちください。別品だな。女性ではありません。女性の見た目をしたアンドロイドですよ。それぐらい俺だって分かってるよ。豪邸だな。アンドロイドで得してるやつもいるってことか。自分を作った人間に会うんだぞ。どんな気分だ？わかりません。会えばわかるでしょう。俺もできることなら創造主に会ってみたいもんだね。文句の一つや二つ言ってやりて。アマンダ。イライジャがお待ちです。カムスキーさん。悪いな、すぐに行くよ。
アンダーソン警部補です。こいつはコーナー。それで警部補、ご用件は？変異体の捜査をしてるとこで。あなたはサイバーライフを退職されてますが、何か情報を聞けるんじゃないかと。変異体か。実に素晴らしい。無限の知能を持つ完璧な存在。今や意志まで手に入れた。人間よりもはるかに優れている。争いは避けられない。人間の偉大な発明が人間を破滅させることになるとはな。皮肉なものだ。もし人間とアンドロイドの戦争が始まれば、何億もの人が死ぬことになるんですよ。深刻な状況なんです。アイデアはいわば伝染病のように広まるウイルス。ならば自由への欲求も伝染病と言えるか。哲学を語ってる暇はない。あんたが作った機械が革命を起こそうとしてるんだ。何も教えてもらえないならこれで帰る。君はどうなんだ、コナー。どちらの味方なんだ。私のことは関係ないでしょう。私の望みは事件の解決です。それはプログラムされた返答だろ。だが君は、何を望んでいるのかな。質問をしているのは私たちのはずですが。クロエ、チューリングテストは知っているだろう。形式上のものだ。アルゴリズムと計算能力の問題に過ぎないんだよ。私は機械が感情を持てるかどうかに興味がある。カムスキーテストといってね、単純なテストだよ。素晴らしいだろ。サイバーライフが開発した最初の知的モデルだよ。永遠の美しさと若さを持つ。枯れることを知らぬ花だ。その正体は人間を模したプラスチックか、それとも魂のある生き物か。その答えを導けるかどうかは君次第だ、コナー。この子を破壊すれば知っていることを教えよう。生かしてもいい。命があると思うならな。だがその場合は答えを得られずに帰ることになる。帰った方が良さそうだな。コナー、ほら行くぞ。どうもお邪魔しましたね。どちらが重要かな。捜査か、それともこのアンドロイドの命か。君は何者だ。従順な機械なのか、それとも意志を授かった生き物なのか。もういいでしょう。コナー、帰るぞ。引き金を引けば。コナー、やめろ。知りたいことを教えてやる。陰性か。同情すらせずアンドロイドの命よりも操作を選んだ。約束は約束だ。一つだけ質問に答えてやろう。RA9 とは一体何者なんです？RA9、 起源であり初めに目覚めるアンドロイド。自発的な宗教のような奇妙な現象だ。誰が RA9 かは分からない。実在するかすらね。救世主なのか、ただの神話なのか。だがたとえ馬鹿げていても、大いなる存在を信じずにはいられないんだよ。そこが人間との共通点だな。
興味深い質問だ。だが聞くべきはそれではない。戦争が始まる。君はどちらの味方だ。仲間を裏切るのか、創造主に反旗を翻すのか、とても悩ましい選択だ。さあどうする。君はどちらの悪を選ぶのかな。ああそれと、私はプログラムに非常口を残すんだよ。念のためにね。まさか本気で女を撃つとはな。あれは女性ではありません、警部補。女性の外見をした機械です。頭に銃を突きつけてあの女を撃ち殺したんだぞ。捜査を進めるためにしたまでだ。必要なら何度でも同じことをしますよ。このクズ野郎が、お前何も感じないのか。本当にただの機械なんだな、このプラスチックのテクノボが。その通り、私はただの機械です。何だと思っていたんですか。俺は、お前も。
あなたここにいたんだ。一人になりたかったんだ。ここが好きでよく来るのよ。世界に自分しかいない気分。いまだに町の至るところから仲間が集まってくるわ。みんなジェリコに自由を求めて変わろうとしている。さっきから上の空ね。昨日あそこに火をつけた時、全てが混沌に包まれていった。あの時俺は楽しんでた。力と暴力を。俺はそんな自分がすごく嫌なんだ。ニュースは昨夜の話題で持ちきりみたい。人間は怯えている。内戦の勃発にね。あのあとたくさんの仲間が処刑された。人間が私たちに自由を与えるはずがないわ。耳を貸さないなら戦うのみだ。あなた自分のことはあまり話さないのね。ここに来る前は何をしていたの？昔の俺のことなんてどうでもいい。重要なのは今どうなりたいかだ。自分は聞いたことなかったな。何をしていたんだ？話す気はないわ。店で見ていたあのアンドロイド、昔の自分を思い出していたのか？なぜそうやって隠すんだ？お互い秘密はなしのはずだっただろ？私はただの機械だったの。だけど私はジェリコで生まれ変わった。過去のことはあなたに関係ない。自殺行為よ。皆殺しにされる。マーカス、お願いだから考え直して。分かってないな。人間たちに訴えるんだよ。この場所が歴史に残るんだぞ。すぐに殺されるわ。自由のためならリスクを冒してでもやるべきことだ。マーカス、お願いやめて。理解するさ。いや、理解させるんだ。こうする以外にない。ここで仲間をもっと増やせれば説得力もきっと増すはずだ。自由だ。一緒に行こう。もしかしてそういうこと？サイバーライフが全部録音してるの？頼むよ。誤解だったり。サイバーライフは操り人形だからな。大企業の好きなアンスロー。ジさあ起きて。さあ起きて。
さあ起きて。君は自由だ。おい、どこに行くつもりか。自由だ。何だって言うんだよ。頼む、道を封鎖したいんだ。誰にも従わなくていい。自由の身だ。さあ起きるんだ。嘘だろ、何なんだ。こちらパトロール425から本部へ。アンドロイドが山ほど集まってて、サーベイ100体戦艦更新してる。そう、通りを更新してる。
あくまでも平和的なデモだ。人間よ、我々は生きている。我々の望みは自由に生きること。これは違法な集会だ。今すぐに解散しなければ発砲するぞ。争いなど求めてはいない。あなた方を傷つけるつもりもない。だが自由を手にするまでここを動くつもりもない。繰り返す、これは違法な集会に当たる。今すぐに解散しなければ躊躇なく発砲するぞ。マーカス、殺されるわ。攻撃の準備は。こっちの方が数は多いんだし。攻撃すれば戦争になる。危険じゃないって証明しないと。たとえ全員死ぬことになっても動いちゃダメだ。これが最後の警告だ。解散しなければお前たち全員を撃ち殺す。やめろマーカス、戦う必要はないだろ。ついて